佐藤健さんのダイエット法を微腸活の観点から解説していきます。この動画をご覧いただきますと、あなたも今すぐ佐藤健さんが役作りのために取り組まれたダイエット法が分かってすぐに取り組むことができるんですよ。それでは早速本題に入ってまいりましょう。佐藤健さんが取り組まれたダイエット法のうち昼食、ランチメニューをちょっとここで見ていきましょうね。こちらです。健さんはサラダチキン、ほうれん草、ゆで卵、めかぶを召し上がっていらっしゃるんです。でこの中で佐藤健さんのダイエット法の痩せるポイントはこちら、チキンとか卵ですね。要するに良質のタンパク質をしっかりと召し上がっていらっしゃるということと、もう完全にお米やパンや、要は小麦系の糖質はもうカットされていらっしゃるんですね。でもちろん太る原因はですね、糖質なんですね。もう今はカロリーよりも糖質を気にしましょうと言われるほど、糖質がやはり太る元なんです。なので佐藤さんは糖質はもうカットされているんですが、ここで大事なポイントがあります。痩せるためにはですね、良質のタンパク質がしっかり取れていないとダイエットって成功しないんですね。なぜかというと、タンパク質が不足してしまいますと、食欲をこう抑えてくれるホルモンがうまく分泌されなくなってしまって、結果我慢したとしてもですね、食事制限をしたとしてもお腹がやっぱりね空いてしまうということになって、結局リバウンドしてしまうんですね。成功しないわけです。なので佐藤健さんはしっかりと2種類の鶏肉とゆで卵という良質のタンパク質を取られて、上手に食欲をセーブされていたということプラス、タンパク質は脂肪になりにくいんですよね。なぜかというと、タンパク質というのはしっかりとエネルギー源に変わる栄養素です。で余ったのは尿の中にですね、排出されますから、一部は脂肪としてなるものの、ほとんど脂肪にはならないという栄養になるんですね。そしてタンパク質は何よりも筋肉の元ですから、筋肉を落としてしまってはいくら待ってもですね、やっぱり痩せ体質になることができないという点で、佐藤健さんはこのしっかりとですね、毎食毎食このタンパク質を取っていらっしゃるんですね。私別動画でも佐藤健さんの朝食のメニューもお伝えしてるんですが、そこにも必ずタンパク質入っていらっしゃるんですよ。それほどタンパク質が重要になってくるんです。そうしないといくら頑張っても痩せることがなかなかできないというお話になってくるわけですね。でそこで、では実際に佐藤健さんは何を取っていたかというと、ここ今回トピックで挙げたいのはチキン、鶏肉なんですね。であなたもじゃあ鶏肉だったら何でもいいのかなっていう、疑問がおありだと思うんですけれども、そうではないです。ではですね、一番ダイエットに向くこのタンパク質、しかも鶏肉は何をどう食べれば良いのかということを、ここから具体的にお伝えしていきますね。それではダイエット中に一番取っていただきたい鶏肉はどこかと言いますと、この部分です。痩せるポイントのお肉は鶏肉、そして皮なしの胸肉か、もしくはささみを召し上がってみてくださいね。この2つはもも肉と違いまして、脂質、要はこう脂が少ないですよということと、プラスすごくお得になるお話があって、生姜がいいんです。とても消化が良いので、この脂質が少なくて消化に良いタンパク質というのはすぐに筋肉になりやすいタンパク質なんですね。ここすごくポイントですよ。どんなお肉でもいいというわけではないんです。ポイントは脂質が少なくて、しかも消化に良い部分を食べるということになるんですよ。なので佐藤健さんもサラダチキンということで、こちらささみ系ですよね、胸肉系です。こういったお肉を取ってらっしゃるんです。でこのサラダチキンといっても、よくここでその痩せるポイントがねさらにあるのでお伝えしますね。よくコンビニやスーパーで売ってあるようなパックに入った、サラダチキンと呼ばれるチキンはちょっと要注意なんですね。なぜかというと、化学調味料であったり人工甘味料であったり、そういった残念ながら添加物がたっぷりと
入っているケースが多いんですね。そのようなものを召し上がってしまわれると逆効果です。なぜかというとあなたの腸や肝臓に負担をかけてしまって結果良質なものが作られないということになるんですよね。なぜかというと腸内環境や肝臓を痛めてしまうと痩せ菌と呼ばれるその善玉菌が増えない、まあ、逆にデブ菌と呼ばれる悪玉菌が好むような食事が食べたくなってしまったりそもそも健康を害してしまいますからもうダイエットどころではないということですよね。やはり健康的に痩せる方がいいですよね。もう絶対に体を壊してダイエットしてはいけないと私やっぱりね思ってるんです。ここすごく大切なんですよ。なのでせっかく痩せるということであれば健康的に美しくもキラッキラとですねもう生き生きとしてもう健康体で暮らしていただきたいわけです。なのでそのためには化学調味料、まあ、別名はですね調味料カッコアミノ酸などと書いてあるものが実は化学調味料ですからあなたもぜひこういったものをこの購入される時はですね後ろの原材料名をしっかりチェックしていただいてそういったものが入ってないかなということを必ず確認して購入していただきたいんです。もしくはやはりその、まあ、加工品はもうほぼほぼ入ってますから残念ながらやはりご自分でお肉を購入していただいて湯がいたり蒸したりそういったものでやはり手作りしていただきたいと思います。で取る目安なんですけれども毎食毎食この手のひら一粒の大きさのタンパク質を召し上がっていただくといいですよと言われています。そしてよく噛むことですよね。ガブガブと食べてしまってはせっかくの栄養素が吸収できませんからもうとにかくよく噛んでいただくっていうのも痩せるポイントになってくるんですよ。さあこの動画のまとめです。今回は佐藤健さんが役作りのために取り組まれたダイエット法の一部をご紹介しました。そのポイントは、まあ、糖質はカットする代わりにしっかりと良質のタンパク質を摂ることでしたね。そのことでしっかりと食欲を抑えつつですね良質のタンパク質があなたの筋肉を作ってくれて結果代謝が上がって肝臓も元気になって痩せるんですよということでプラス腸内環境を整えるためにはこういった、まあ、化学調味料であったり人工甘味料が入っていないようなチキンをこの部位ですよね皮なしの胸肉やささみ肉を食べましょうねということでした。あなたもできるところから楽しく取り組まれてみてくださいね。さあいかがだったでしょうか。この動画ではこのようなさまざまな腸活法、ダイエット法、健康法をあなたにお伝えしております。そのことであなたが健康的にきれいに痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきましてどんどんご参加くださいね。また私のこういったお話に対して聞いてみたいこと、終わりの方は皆様どうされているかと言いますと、こちら詳細欄に LINE のリンク貼っております。皆様そちらをご登録後直接お話ししてくださっておりますのであなたもご必要でしたらいつでもおっしゃってください。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。